分け合って中の人が戦意喪失、いやナメクジ並みの力量しか出ないため、ガイドを私が務めます。さて、東から大阪に来る際に新幹線から乗り換える電車といえば、移動筋線や JR の普通電車、それ以外にいろんな人が世話になる新快速が挙げられます。今回この新快速で東からやってきたナメクジミさんは大鳥に向かうとのこと。おそらく大鳥でなくても役には立つと思うので、今回は間違わない大鳥への行き方を知ってもらい、来たる日に奈良に飛ばされないように完璧な準備を一緒にしていこうと思います。さて、大阪駅に東からやってきたナメクジミさん、このまま乗ると神戸や姫路、岡山との県境に行ってしまうので、大阪で降りて乗り換えます。確か大鳥って天王寺や和歌山方面だったわね。車内の放送で乗り換えのことを耳にしたナメクジミさん、降りて向かったホームは、ドアが閉まります、ドアが閉まります、ご注意ください。環状線のホーム、あ、ちょうど出ていきました。乗り遅れました。仕方ないです。が、かなり好都合でもあります。それは大鳥方面への直通電車を捉えたこと。これに乗れればかなり楽で大きな収穫。でもそれでも乗り遅れて逃すこともあるかもしれません。この電車なら1本だったのに。まあでも本数多いし、少ししたら来るやろ。ほら来た、区間快速っての。これ乗ってても簡単に大鳥に行けるでしょう、きっと。皆さんは分かりますよね、大鳥へ1本はこの電車ではないことが。しかしこの辺り初めてなナメクジミさん、行くと思い乗ってしまいました。乗り込んだ電車は環状線を各駅に止まるながら行ってました。今宮から新今宮に着く直前に環状線とさようなら。これはまだ阪和線への快速も通るので大丈夫。関西線の新今宮に着いて間もなく天王寺。阪和線、関西空港線、木の国線、環状線と近鉄線、阪西線、地下鉄線が乗り換え。あれ、阪和線と乗り換えってことは違うの乗っちゃった。そう、乗り込んだ白い電車は奈良駅の区間快速。今分かれた分岐で関空方面と奈良方面の分かれ、完璧この電車が奈良駅って分かる16番にやってきました。白い電車に黄緑の電車がいれば、そこに大鳥や関空の空気はありません。なんでナメクジミさんはここで区間快速を降ります。今回は間違いに気づき天王寺で降りれましたが、できなかった世界線もあるとかないとか。これは個人差し出ると思いますが、区間快速を降りて15番より阪和ホームに行くのが良い気がします。阪和線は天王寺が終点のため、下る和歌山方面の電車は大阪駅から来ない限りこの駅始発で着席の確率も跳ね上がります。最近は入れ替えをしてから来ますので、時々余裕はないかもしれませんが、始発駅の特徴を使い楽に早く行くこともできます。ってことで、快速に乗ると15分ほど堺市三国ヶ丘といたって。大鳥、大鳥です。袖口は左側です。ナメクジミさんは大鳥に向かうことができました。今回は大鳥に行くために気をつけるべき大阪駅の落とし穴と対策でございました。本来はこの後いろいろしたかったですが、いろんな事情が重なり合ったため、特急と快速の大鳥駅から先の120キロの世界の入り方を見つつ、大鳥駅から近くても
濃い大阪らしい食を触れて締めます。まずは黒潮からです。東汽車でも、区間改札、岩取駅の、